お待たせいたしました。まもなく第2回目の豆まきを始めたいと思います。第1回目の豆まきで後ろの方まで届かないということで、後ろの方まで服が届かないということでございましたので、流星会の春祭りの舞台の方をお借りするということで、あちらの方でも豆まきを始めたいと思いますので、どうぞ皆様方、後ろの届かない方は後ろの方の春祭り舞台の方でも豆まきを始めます。舞台の方から投げる豆ももちろん成田さんの福豆でございますので、よろしくお願いいたします。まもなくいたしますと、そうとこう不幸な皆様がお集まりになられます。どうぞ皆様方には自分の元に来た豆を取っていただきまして、お隣にいたのもお隣にお分かちをいただきますよ、ご協力をいただきますことをお願いいたします。また豆の中に当たり番号が入っておりますけどもですね、それは正面向かって左側ですね、左側の中央の階段を上がられますと、上の方にグリーン色のテントがあります。そちらのテントの方で機会を午後4時までいたします。もう逃げ腰でございます。鬼が今しばらくお時間をいただきましてお願いをいたします。先ほどのご案内の続きでございますが、この成田さんの豆は辛口のピーナッツを白い紙で一つ一つ巻いております。その白い紙に当たり番号が入っておりますが、ご覧になられて当たり外れがあった場合の外れの紙の方は後ほど段ボールをお持ちをいたしますので、その段ボールの中にですね、当たり外れの紙の方はシラカスに入れていただきますよ、ご協力いただきますようお願いをいたします。本日は郵政会の第1回目春祭りということで、後ろの方ではクラシック会やまたいろんなイベントが開催されております。まだまだこの豆まきの後も続きますので、皆様方にはどうぞ春祭りの方にもご出資いただきますようお願いをいたします。まず豆を投げます前にですね、皆様方、成田さんの腰式に乗っておりましてですね、三福三つご唱をいたしたいと思います。それでは福男福女の各位方、三福三つのご準備をいただきますように。それではまず、本日ご参詣の皆様方、また春祭りにお越しの皆様方のこれからのご健康をお祈りをいたしまして、成田さんのご本尊のお顔のもとにお祓いをまずさせていただきたいと思います。どうぞ皆様方、心を静かにお受けをいただきますよ。それでは皆様方にお顔がありますように。なお成田さん来日以来将不動明の大臣により災の災難にとおそれでは皆様方、お手の方よろしくお願いいたします。春祭りの舞台に、行っておられる方々のお手のご唱をよろしくお願いいたします。まず豆まきを始めます前に、皆様方のご献身を記念して三福一通にて始めたいと思います。どうぞお手の方よろしくお願いいたします。それでは海運上中、諸葛上中、馬上中、三福一通よろしくお願いいたします。いいよー、いいよー、いいよー、
お疲れ様でございました。
皆様方におかれましては、ふわとばふわなる皆様、大変お疲れ様でございました。どうぞ、お忘れの方を忘れずに私をいただきますよう願いをいたします。ふわとばふわなる皆様、大変お疲れ様でございました。豆を制限した皆様方、大変お疲れ様でございました。次の豆まきは午後3時。いよいよ次は最後の豆まきでございます。最後の豆まき、午後3時となっております。どうぞ皆様方にまた午後3時頃には、こちらの方にお集まりをいただきますようお願いをいたします。その後、まだまだ、ゆっくり会春祭りの舞台の方では、イベントをたくさん、用意して、おられます。どうぞ春祭りの方に、また皆様方、君の物語の間、晴れの虫のイベントでお楽しみをいただきますよう、お願いをいたします。皆様が定員の方を下へ正面に向かって中央の左側になります。階段を上がられましたら上に乗せてみて定員の引き渡しを受かっております。定員1等は今日の午後4時までとなっておりますので、お待ちかりにならないようにこちらの方で、お開きに並べてお帰りください。後ほど段ボール、お持ちをいたしますので段ボールの方に、皆様方外れました紙の方は入れていただいてご協力ください。もういいよね。ぜひ皆さん温まるものがありますので、それがあった方は交換にお願いします。グリーンルードの敷地内に無断で駐車してる方がいるみたいですので、ぜひあのナンポの方の駐車場にご移動をお願いしたいと思います。そしてですね、先ほどちょっと一言I'm not afraid to die.
ここにいる誰もが知らない虹のヴィーナスでございます。皆さんが知らないグループが皆さんの知らない歌をずっと歌っています。なんてことないです。我慢してください。これだけ。いやいや寒いね今日は。ねえ寒いって言いながら私たち一番寒そうな格好してますけど、予算が足りなかったみたいな。袖がない。私たちがね、もうちょっと売れてたり、もうちょっと知名度があったら多分長袖作ってたと思われたんです。ただね、その予算が足りなかったみたい。寒いよね。2月だもんね。頼むよ。さあ、ということで、もしかしたらと思いますんで一応聞いてみますが、テレビ、CM で私たちのこと見たことあるよという方、嘘でもいいので手挙げてもらっていいですか。嘘つきがいっぱい。ねえ、ありがとうございます。なんなら自己紹介とかします。しときましょう。なんかではないので、なんだろう、アイドルというカテゴリーに大きく分けるとすればアイドルだけど、他の私たち以外の福岡のアイドルの方たちは私たちをアイドルだとは思ってないみたいな。なんかコメディアンみたいな、ね、そうだね。なので一応自己紹介しとくか。そうだね、そっちから。はい、皆さんこんにちは。シュウマイ用にお母さんキャラになっている平成生まれ24歳独身の橋本あかねです。よろしくお願いします。